タトゥーデビューかなミカミユアデコルテに蝶が舞う自撮りショットに反響。かわいいがすぎるって。タレントのミカミユア、30、が26日までにインスタグラムを更新。デコルテのタトゥー風ペイントが目立つショットを公開した。この日、ミカミはキャミソール姿でキュートな表情を見せている写真を複数投稿。 デコルテには蝶々のタトゥーのようなものが確認でき、三上の妖艶な雰囲気にぴったりだ。三上のデコルテタトゥー風ショットに、ファンからは、タトゥーデビューかな何にせよかわちタトゥー入れたの。タトゥーは蝶々ですかわいい。いつまでもめちゃくちゃかわいいですね。めちゃめちゃ綺麗だよ。かわいいがすぎるって。かわいくってかわいくって天使、顔がかわいい。 と好意的なコメントが寄せられている。